発見しました。はい、島吉です。いつもご視聴ありがとうございます。なんと今回はですね、ちょっと遠征来ました。どちらに遠征ということなんですけども、東北はですね、福島県の方にやってまいりましたというのが、こちらのチャンネルさんとのコラボです。どうも、経力日記です。ちょっと早い早いってぜひどうぞ。どうも、経力日記です。今日は島吉さんとコラボで頑張って光沢を取りに来ました。今日ですね、お招きいただきましてありがとうございます。今日お二人なんですけど、ちょっと息子さんと、経力日記さんと、今日はなんとあの高級食材光沢を狙っていきたいと思います。すごい急だよね、ここね。めっちゃ急ですね。そう、はい、ですね、前半の動画は、島吉スカイ TV こちらの方で前半の動画お流しします。後半の動画はですね、経力日記さんの方で配信させていただきますので、皆さんこの後はですね、概要欄からこちら経力日記さんの方へぶっ飛んで見てください。それでは本日も最後までよろしくお願いします。よろしくお願いします。タイミング悪いってね。めっちゃ見てねえけど。ああ、なるほど。ということで早速なんですけど、光沢の方ありますね。ほらほらほら、結構めっちゃくっきりしてるね。これでまだ早いのかな。でもね、いくらか、うん、全国的にでも光沢まだ出てないっていう声結構聞こえるんですよ。ほらほら、これが光沢です。取っていいですか。取っちゃいますよ、もう取っちゃいますよ、もう。あー、でもこれは残しといた方がいいよね。上っ面さも出てきてるね、これ。多分広がるんじゃないこれ。そうだね、結構コウタケ大きくなるまで時間かかるからね、今。取っちゃった取っちゃったナイスですね。匂いだけ嗅がせますよ。いい匂いする？いい匂いする。息子さんちょっと恥ずかしがり屋なので、ちょっと今回 NG なので、ちょっと小さいやつを残して、ちょっとこの株いただきます。さあ、じゃあ行きましょう。なんか俺初めて福島の山入るけど、めっちゃなんか清掃されてるって感じだね。綺麗。おお、もうあちこちあるっぽいね。でも山形もあれ、ようやく出たっていう声は聞こえるんだけど、すごいしょいっこですね、しょいっこさん。しょいっこさん、あれ、いつも顔出ししてるんだっけ。動画で俺はたまにしてます、ね、たまにしてるんですか、はい、息子はしてないです。なるほど。なんと島吉してるんだよ、2人して当たったんだよね。そんでね、たまたま2人で当たったのね。すごいよね。でもまだちょっとちっちゃいね。ちっちゃいですね。もったいないね。多分上の方の方が出る、うん、多分出てるんじゃないですかね。結構ボッコボコ出てるんじゃない、いろんなとこ。すげえ。結構ですね、なんか変形のあるところに光沢ってつくんですよね。なんかガクガクってなってるところ、この辺につくので、完全にアウェーだからね。完全にアウェーだから、もうどういうところに出てるかっていうのもちょっと情報がないので、まあ一応出る山には連れてきていただいたので、さあ頑張って探していきましょう。そうっていうことは何、誰が来てるっていうこと。もしかしたら、もしかしたら、なんということでしょう。なんか身置きがないという。日本はってどこら辺だったっけかな。この辺だよな。そんなにそっちには行ってないんですね。もうちょっとそっち行った。ここら辺で。
さあ、身置き成功になるかという動画も含め、身置き？大きくない？大きく、ちょ、若干。おー、でも若干、少し大きいっちゃ、さっきのよりね。さっきのよりはまだいいですね。ねえ、ほらほら、やっぱ来てないね。来てないんですね、じゃあ、人が入らない山、すごいね。いいっすか、取っちゃって。あ、全然いい、すごい。あ、いい匂いする。うん、いい匂いする。めっちゃいい匂いする。めちゃくちゃいい匂いする。やべ、今季初。やっぱ山形より早いですね。早い、山形よりも全然早い。山形より早いですね。めっちゃある、めっちゃある、めっちゃある。でも俺近寄ったからダメだよね。やもう、いや、もう俺もこれ辺で撮ってもらっていいっすよ。でもちっちゃいって。うわ、ちっちゃいね、欲しいね、もう少し。でももうこの時点でダメだもんね。ダメですね、近寄ったからね。この山の高竹は人が近寄るとダメなんですよ。もうあるある、もったいないね。ああ、やっぱいい感じ、形ですね。ねえ、綺麗だね。こうなってきた。必ずこの、こう変形のある斜面に出るもんね。そうですね。うん。ああ、いい感じ。大きい。ああ、しょうがないですね。もうこれでも、これで、これ一つで、普通の茶一杯分ぐらいのご飯はできるからね。ああ、全然できますね。ね、香りね。もうめっちゃ出てるね、この山。もう本当は撮りたくないんですけど、しょうがない、撮っちゃいましょう。すごいな。でもなんか、あの話によると、話によると、もしかしたら今年豊作なんじゃないかっていう話も聞こえてきてる。俺もそういう風に聞きます。あんだ、もしかしたら、うん、ちょっと遅れてはいるんだけど、もしかしたら豊作なんじゃないか、そうそう、豊作なんじゃないかっていう話は聞こえてきて、もしかしたら、もしかしたらです。皆さん、皆さんの地域いかがですか。すげえな、これでも1個ぐらい残しといた方がいい。めっちゃ歩きやすい山、これは楽だわ。ただ登ってくるときね、ちょっと斜面だったからね、ああいうところを攻めてったらちょっと大変なのかもしれないけど。例年いつぐらいなんですか、この辺って。やっぱりあれ、ああ、やっぱり悲観、はい、ああ、じゃあやっぱり遅れてんだね、だいぶね。でも、若い、はい、10年前とか、うん、は、うん、やっぱあるな、10月20日とか。ああ、10年ぐらい前、はい、ああ、まだちょっと走りっていう段階なのかね。ねえ、少ない度がどうのこうのっていう、まだ区分する時期じゃないのかもね。出たばっかしみたいな。やっぱりあの高竹取りってあの何人かで、今3人で来てるんですけど、一番上が経力さんで、真ん中が息子さんで、一番下が私、こう見てる感じなんですけど、これぐらい3人で見てると多分取りこぼしはないよね。でもないですね、多分ね。だよね、もうローラー作戦だね、ある意味ローラー作戦。高竹のローラー作戦やったことあります、皆さん。ローラー作戦、これ多分見逃しないでしょう。ただ結構ですね、あの特殊なところに出るので、高竹って結構見逃しはあるかもしれないんですけど、まあ、ある程度大きくなっているものだと見逃しはないのかなと思いますね。あったらしいぞ、あったらしい、あったらしい、ありました、ありました。あったっていうと早いのよ、くんの。
その木の根っこあたり、そっちからにあります。へえ。その時、おお、ある。あ、いいサイズだね。これはナイスサイズですね。ほら、ナイスサイズ、ちょうどいいね。ちょうどいいね。やっぱ上、なんかこっち側も出そうだけどね。ねえ、うんと、すいません、あのバイクの音拾ってますよね。すいません、近くにですねレーシング場があるんですよ。すいません、これがヒントです。レーシング場があります。行ってますね、皆さん。ほらほらほら、いいでしょう。ほら、結構いい感じ。いい感じです。やっぱこれぐらいしたんじゃと見つけやすいよね。そうですね、やっぱこのぐらいだといいですね。でもね、あの小さいやつだとね、まだね、うん、ちょっと見つけにくいよね、やっぱりどうしても。うん、うん、このぐらいになってるは全然、まあ、上出来ですよね。でもこれであれなんでしょ、あんまり出てないんでしょ。出てないです。でも俺の行ってる山ってこんなもんだよ。でも あ、 そうなん、あんまバーッとは出ないね。4分の1ぐらいですかね。ねえ、でも今からだね、これね。そうですね、ね、今から1週間後でまた出るのかどうなのか。出ると思うな。でもですよね、うん、だって下にもほら小さいのあったもんね、うん、出ると思う。いや、やっぱ香りはする、最高ですね。それででも結構一生分ぐらい作れるんでしょ。でも作れます、作れますね。え、一生分ぐらいのご飯は作れるよね、うん。さらにローラー作戦、はい、じゃあ、俺下の方見るんで、じゃあ、視聴者の人からもちょっと探してもらいましょう。あ、今回視聴者も参加型いいですか。皆さんこちら横から皆さん、カメラ回しますので、皆さんはそちらの方、光沢探したら教えてくださいよ。教えてくださいよって、もうこれどうやって教えるんだっていう感じなんですけど、まあ、動画を見てですね、ちょっと山に来た気分でちょっと光沢を探してみてください。もし見つけたらちょっとズームアップしますので、さあ行きましょう。ローラー作戦だからね。もうなんていうの、ツツジ系のその根元に結構グイって出るんだよね。さっきぐらいの大きい株だとね、すぐ見つけていいけどね。うん、あったーって。すごい、去年は大豊作だったらしいですよ。でも今年はでも今からなんじゃないですかね、多分。すげえ、いい栗ばっかりあるな。栗、よいしょ。あれですか、福島もなん、福島もすす竹ですか、ししですか、はい、福島の呼び方、この高竹の呼び方、すすですか。あー、井の花、はい、なんで俺たちはすす竹、はい、うん、あとは高竹かな、呼び方は。
どうです、視聴者の方、ありましたか、ありましたかね、皆さん。でも50株取ったら重たいよね、でもねえ、50株ぐらい取れたら。この山はやっぱり風通しいいわ、すごくねえ、やっぱ風通しいい山に小竹が出るから、あんまり湿気のあるところには出ないですよね。痛い、あちょっ、いった、手痛、今あったっていう声聞こえた、視聴者から。見つけました、皆さん。ちっちゃいね、ちっちゃい。佐藤さん好きなやつだな、これ。佐藤さんだったら撮るよ、これ。ちっちゃいの、コウタケもちっちゃいの撮ってくからね、あの人。ケロジまで取ってくから、そんで。で、こだけ取ってきたとかってケロジ取ってくからね、佐藤さん。これちっちゃいね。ちっちゃい。ほら。これはちょっとちっちゃいね。これはスルーします、スルー。ほら、いっぱいある。ほら。出てきたね。この前、いっぱい取ってきたけど、ほら。出ましたね。うん。栗風船だけ、お、ボコボコ出てんじゃん。これ今年豊作なのねんだかずね、なんか豊作なんすね、残っちゃった。めっちゃ出てる。こういうところに出るんだもん、やっぱり日当たりいいところに、うん、これうまいよね、このキノコ。うまいですね、うん、俺は好き、うん、俺も好きですね。これの方が分かるかな、これの方が分かるかな、うん、これ栗風船だけなんですけども、裏側にですね、ちょっと膜が見えますかね、ほら膜が張って風船状、ボコボコ出んじゃないの。でも出てきたんだね、これ。出てきたんだと思う、多分次の雨でボコボコ出るんじゃないですか、これ。おー、あるね。これはもう、とってもちょっと、いいかな。あ、そっちでかいんじゃない？え？ねえ、ほら、めっちゃボコボコ出てんじゃん。やばい、場所によるね。固まってんもね。ねえ、近辺にあんもんね。なんなんだべね、やっぱり風通しとかそういうのなのかね。あ、これ結構いいやつだね、でも。うん。うわあ、綺麗だね。めっちゃ綺麗。そうだな、めっちゃ綺麗。あれ、さっきこれじゃないよね、多分。先のじゃないね、これね。先
新谷ですね。ねえ、ボコボコある。1個2個3株が4つが5。あ、これまだ。あ、あんだね、それもだ。5株すげえ。1 2 3 4 4で、これでちっちゃいの5。おお、もうちょいあるのかな。あ、激アツだぞ。見つけたっていうことはこの辺近辺あるっていうことでしょ、多分。多分そうですね。ねえ、ちょっと潜ってきたあたり。ああ、あれ発見発見いっぱいある。ありました。いっぱいある。あった、それは大げさだけど1、2、3。欲しいね、これ。豊作になるんじゃないこれ、多分。ですよね。うん、袋を足して、これ小さいの取っていくべ。操作もある。あ、これはいいんじゃないですか。うん、ちっちゃいか、それでしょ。うん、そこの下にもあんのよ。うん、これうわ、欲しいね。あ、まあこれはギリ大丈夫かな。ねえ、あ、それは朝一発目にこうめっけたり。ああ、なのかな。多分これ豊作なんじゃないの。うん、太鼓やおやイライラね、これ山で弁当食うて太鼓やおやは恒例になってっからね。あ、そうなんすか。すごいです、経力日記さんの奥さんがお昼ご飯を作ってきてくれたという。素晴らしい、ありがたい。どうすいません、じゃあいただきます。みんな一緒の。さて、すごいね、こう、そういうの作ってくれんの絶対うちの嫁作んねえな。ほら、すごい弁当、手作り弁当なんか食うのもう相当ぶりだよ、割り入れるマジで、ほらすごい。普段は山でカップラー、そうですね、おにぎりとカップラー麺持って、ね、すごい、ほらいいね、でもこういうの作ってくれる奥さんってすごい。3人前作ってくれたんでしょ、これ。そうですね、だいぶ時間、だいぶ早かったんじゃないですか、おぎんに。いや、そうでもないですよ、一緒に5時に起きて。本当ですか。はい、それでは、いただきます。どうぞ。すいません、うまそうでしょ。じゃ、いただきます。うん、うまい。お、しそおにぎり、これあれですか、ゆかり、こしゆかり、こしゆかり、米も作ってるんだもんね。そうですね、はい、いただきます。はい、ちなみになんで経力日記っていうあれなの。こっちですね、うん、なんで経力日記なの。特にはないんですけど、うん、なんかいい名前ないか。経流と山の組み合わせ。あ、まあそんな感じですね。だよね、経流緑だもんね。はい、うん、なるほど。完全にアウトドア派だね、でもね、うん、外側の。え、ガスも外使ってんの、はい、すげえね俺普通のあの安いやつ使ってるから水汲んでくるの忘れちゃってコーヒーまで。激アツゾーンに突入しましたね。激アツゾーン。
くっしょ。俺が見つけたんじゃないけどね。でも単体珍しいね。珍しいですね。ね、珍しい。なんかありそうだけどね。一個ゲッチュ。おー、でも結構釘しとこない？結構いい感じ、ね、これ何パターンがあるよね、コウタケって ね、形ね、はい、一個でついたりなんか分かれてみたり、そう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 、なんかね、何パターンがあるんだよね。でもここ出るんだけどね、この辺なんだけどね、多分。やっぱりあの毎年、はい、ほら大体同じところさ出るよね、コウタケってね。だけどなんかそれ取り入るよりもなんかこういう新規の山でこう探した方が面白いよね。ね、ワクワク感があるよね。なんかそれコウタケってなんか回収しに行くような感じだもんね、だって。ね、だから新規の山の方が絶対面白いと思う。大変なんですよ皆さん、めちゃくちゃ。このコウタケ取りっていうのはめちゃくちゃ大変で、あのただ出てるところに取りに行くのであれば簡単なんですけど、新規開拓は難しいですよね。電話ですね、電話。はい、名人。もしもし。はい、名人。どうです、どうでしたか？あー、セロスディスト10キロ？うん。マジで？だって見おぎした、見おぎしたのはトラテやきも。見おぎしたのトラテだっけ？ほんでも今日3人ぐ、うん、3人ぐらいで入って和気でお土産を持ってきたよ。ほんて。お前山がせいだな。俺今いない福島。あの、あ、後で。ああ。後で嫁取り行くって言ったっけ？俺の兄さんか？うん。いいガッツだ。俺飛んでるメスズキとブナカノが食いたいなと思ったんけ。何？飛んで、あ、飛んでるメスズキに1年目もらえていいんだっけ。うん、持っていかせる。じゃあ、うん、持っていく。後からでもいい。これ何？本手10キロ取ってきたの？みんなで呼んだよ。ゆすだべ。本手よ。本手。本当だぜ。動画、言ったこと動画撮ってきたべね。撮ってこねえやん。なんで動画撮ってこねえの？どこがいいピャン。ガクガクなってんだからよ、お前。なっしゃ。わかった。了解。うんうん、じゃあ、そのようにお伝えします。はい、どうもーす。はーい。10キロ取ってきたぞ。マイタケ。発見！発見しました。拝見。発見しました。マジで。サイズは、まあまあかな。さっきの一回り大きいぐらい。ただ周りはよ小さいにゃ。え？あ、本当だ。うん。いい感じ。あ？だよね。発見。なんか面白くなってきたぞ、なんだ。面白くなってきた。だけどめっちゃちっちゃいのよ。これめっちゃちっちゃい。でこれ大きくなんね、ビアもう。大きくなんね、もう。大きくなんねよね。大きくなんないんですよ。こう斜めにもしかしたら。ねえ。だよね、あそこだっけもね。最初に先取ったのね、あそこだったから、もしかしたらない。うん、ああ、そうかもしんないね。これあれしたら取ったら、うん、俺取ってあげてる、うん、
でも今は真ん中はこれぐらいだから上最後で発見。やべえ、やばいぞ。そこまでっていうことなくない？でももうちょい多分太いよねラインね。だよね、そう思うんですよ。やっぱり変形している箇所なんですよね。やっぱりどっちがっつったら、こうまっすぐ引いてくる場合もあるんですけど、こう斜めの方がなんか多いんですかね。やっぱりそこのラインをずっと見てるんですけども、発見、発見、いや、残ってない、発見したんすか。残ってないっす。ない。栗風船はあるんだけどね、栗風船はちょっといらないな。栗風船なんかこの前視聴者の方からですね、これ何ですかって送られてきたのが栗風船だけ。結構豊作、さっきも見つけたもんね、栗風船ね。ね、あれ多分栗風船も油しめじなんですけど豊作ですね。だよね、もっとあってもいいよね多分。だよね、この辺で切れてるっていうことはもしや下っていう可能性もあるよね。ね、斜めにしたね、こんな風に探すんですよ皆さん。結構目疲れするよねこれね。ね、松茸並みだよね、だよね、斜面だからね。ほらめっちゃ急なんですよ。やべえ、なんか連発したからなんか帰り事故りそうだわ、気をつけて帰んねえぞ。お、発見、発見ですか。網竹発見です。網竹発見、網竹も出てっけもね、さっきいっぱい。すごいんだよこの山、すごいの。やべ、あーでもなんかこの辺で切れてるわ。やっぱ土が、あれですよ、土はどうですか。あー、そうかもしんないね。うん、そうかもしんないね。やっぱり下にこう引いていく場合もあるからね。帰り際ちょっと見ていきましょう。さっきのとこ下にじゃあ向かいますか。はい、あ、これ植えるやつか。植えるやつ、植えるやつ。これも直った、これが強引なんだもんね、シュネリとね。こんぐらいだからね、こんぐらいね。これにあのあそこのおんちゃんが鍋の蓋くらいね、なんだかなーなんてよくゆいゆいした。すごい、知らないでいっと、ね、それは鏡、これですか。これはカメラです。はい、カメラ、はい、カメラ。今お母さん映ってます、ね、今。はい、なんか映ねえな。映ってます今。はい、ということで今山下ってですね、ちょっと戻ってきたんですけど、今日の取れ高、じゃじゃん、めっちゃ取れたね。でもなんだかんだ言って、まあちょっとちっちゃいですけど ねあと1週間、うん、1週間待てばそうそういい感じになったかなと思いますけどね、うん、結構いろんなサイズで取ってきたよね。でもね、そうですね、結構豊作ですよね、うん、ということなんですけども、今はですねこちら島吉の方で動画見てくださっている視聴者の皆さんはですね、この後概要欄の方からですね、軽力日記さんを
概要欄の方に貼り付けてありますので、そこからビュンという感じで飛んでください。ぜひチャンネル登録もよろしくお願いいたします。よろしくお願いします。はい、ということで、動画のですね、途中でもお話ししたんですけど、これコウタケを見つけた瞬間もうコウタケが大きくならない説ありましたよね。そうですね、もうコウタケ専門にやっている名人がいるらしいんですよ。でその名人はどんぐらい10メーター度がなんか、そうですね、結構遠目から見てるっつったよね。双眼鏡で眺めて、うん、絶対近寄らないで眺めて、うん、大きくなるのを待ってから、うん、そこの近くに行くと。またいでもダメだってね。そういう話です。ですよね。もうまたいちゃうぐらいでももうコウタケは大きくならないってね、言ってたよね。そういう話ですね。はい、これ私も知らなかったんですけど、この説もし分かる方いらっしゃいましたらコメント欄の方でぜひ教えていただきたいなと思うんですけど、もしですね、太鼓八百屋の専属梶先生もし見てたら教えてください。それコウタケは近寄ると大きくならない説ということで、これ小さいやつもですね一応取ってきたんだよね今日ね。そうですね、ね、はい、これ以上大きくならないっていう説で取ってきました、はい、これがコウタケ。それからですね、栗風船だけ、栗風船だけも多分豊作だね。今から出てくるの いっぱいあったもんね。豊作です。はい、こんな感じ、栗風船。それとアミタケ、アミタケも豊作だね今年ね。出ますね、これからまだまだ出るんじゃないですか。出るよね、うん、出る、出ますよね。いやめっちゃ面白かった、初の遠征。いや楽しかったっすね、初の遠征です。いや初の遠征っていうか、ちょっと別にちょっと秋田とか行ったことあるんだけど、はい、いやめちゃくちゃ福島は初遠征でしたね。いやよかったです。はい、またぜひ機会があればまた福島の方にお邪魔したいなと思います。ぜひよろしくお願いします。はい、ということでこの後皆さん軽力日記さんへ飛んでください。それではご視聴ありがとうございました。チャンネル登録と LINE 登録、それからメンバーシップ島吉ファミリーも大募集中です。それではご視聴ありがとうございました。じゃんじゃじゃん、おマギから出てきた。この井の花の香りがすごいな。ありがとうございます。すいません、これおまけ動画です。これおまけ動画、郡山のあれなんですよね、名物、名物、郡山名物っていうか、もう郡山でも外れの名物、ね、一応郡山の一応この辺の地域の、はい、そうですね、もう名物、豆腐餅、豆腐餅です。でこっちが豆腐餅なんですよね。そうそうです。でこっちが普通の文字になるのかな、普通のあんこ餅です。ですよね。でこっちの豆腐餅の方がちょっとですね、しょっぱいっていうのかな、甘じょっぱい感じですので、最初にですねこっちの甘いあんこを食べてからこっちの豆腐餅を食べるというなんか風習があるんですよね。そうですね。これ一体何なんですかこれ。やっぱり最初にしょっぱいものを食ってからこう甘いものっていうか、はい、やっぱ甘いものを食ってから、はい、今度こうしょっぱいもの食べたいなってなるんで、はい、だから最初あんこ餅食べて、はい、ちょっと甘じょっぱいこう豆腐餅を食べる。例えばこのあんこ餅を食べてから、はい、例えばこっちを食べるとなんかいいことあるとかってそういうの。あ、そういうのはないそういうのはないじゃない、はい、まあどっちからでもいいですけど。 なるほどなるほど、うん、まあ口直しっていうか、まあなるほど、なんていうんですかね、うん、あんこ餅はもうやっぱ甘いじゃないですか。なるほど。今回はですね、こちらの、豆腐餅というものをですね、皆さんにご紹介していきます。これちょっと おまけ動画です。あんこはちょっと甘いと思います。あ、本当ですか。俺結構あんこ系は好きなんだけど、あ、そうなんですか。めっちゃ好き、あんこ系は。きんつばってわかります？きんつばわかります。きんつば俺好きなんで。はい。これでけえな、この餅。はい、質がったんすね。持ってきたの。あ、違う、これチンした。チンしてる。これね。じゃあ食べますね、これ。まずあんこの方から。うん。あ、うん、あんこ餅。うん。それからこれが豆腐餅というものなんですけど、これあれだね、なんかなんていうんですか、団子の。豆、この豆砕いたやつ、なんつうんだ、ずんだ餅、ずんだ餅の豆腐バージョンみたいな感じ、うん、あ、まあそんな感じですね。あ、そうですか、うん、じゃあいただきますね。甘じょっぱい感じ。
これが甘じょっぱい感じ。じゃあちょっと食べていきますよ。あっ、あー、うん、わかるわかる最初からこっち行ったら面白くないね。そう、そんな感じですよね、うん、多分こっち食って、うん、口の中に甘みを含んでから、うん、こっちのちょっと甘じょっぱいものを食べるといいっていう、うん、これが伝統料理だそうです、うん。